東京都で今日確認された新型コロナウイルスの新たな感染者は1万6,273人でした。先週の金曜日より2,717人増えました。感染者が前の週の同じ曜日を上回ったのは11日連続です。重症者用の病床使用率は昨日と同じ23.5%。全体の病床使用率は1.2ポイント上がって、 でした全国の新規感染者は15万3602人でした。